こんにちは。天ーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾン輸出サポート。本日まで会員募集してます。今すぐお申し込みください。あなたがあと10年以上生きるなら、自力で稼ぐスキルは必須です。まあ、日本を待ち受ける問題、まあ、人口減少、年金問題、不景気の長期化と、ねえー、自力で外に向けてね、稼ぐスキルを身につけないと、まあ日本人の 将来はお先真っ暗という感じです。まあ、ところがね、えー、悪いことばかりじゃなくて、まあ、これらの問題は、すなわち日本の物価が安いというところにつながっています。まあ、日本で、ね、仕入れて海外に売るというのは、ねえー、非常にまあ稼ぎやすいモデルになっています。そして世界でも稀な26年間不景気知らずというオーストラリア。ね、オーストラリアにはネットショップもなければ、 えー、きちんとしたお店もそれほどない物は少ない物価は高いということでね、えー、オーストラリアで物を売ると儲けるチャンスがたくさんありますそのオーストラリアで今アマゾンが物販を始めてます、まあ、日本あるいはアメリカだとねもうアマゾン、まあ、説明も不要なぐらい、えー、強力な、えー、最強のネットショップですけどオーストラリアではえアマゾンでまだ物を買えるのというような段階なんでね えー、今のうちに始めとけば、まあ、アマゾンの先駆者になって稼ぐことが可能です。例えば、まあ、どんな商品が売れるかというと、まあ、これらのね、100円ショップの商品でも、まあ、13倍とか、5倍、あるいは10倍、ね、えー、3倍、そして、アマゾンで買える商品でも3倍、ね、えー、こちらもアマゾンの商品ですね、えー、なんと、差額が 1.9倍で差額がですね、えー、何倍だ、2万円強、えー、ついてるとかね、非常に、えー、儲けやすい商品が日本にはゴロゴロしています。そして、ま、これらの商品の見つけ方、それから、えー、Amazon どんな風にね運営していったらいいか、登録をどうしていったらいいか、ま、そういうことをね、えー、親切、丁寧にサポートしています。で 今ね、えー、簡単なことでも、えー、全部教えてますんでね、えー、申し込んでいただければ Amazon 室で稼ぐスキルを身につけることが可能です。でその Amazon で稼ぐためにね、えー、必要なスキル、えー、それらを身につけるために必要な金額は、えー、サポート費用、半年間のサポート費用で55万円。えー、それとね、えー、仕入れ資金として20万円用意していただけば十分と。 あとはカードがあってね、アドバイスしたことを素直に実行していただければ、Amazon 室で稼ぐことが可能です。まあ、今すぐ、こちらの購読ボタンを押してお申し込みください。まあ、購読ボタンをね、押していただいて、手続きした後、まあ、これらの注意事項をね、きちんと守れる方かどうか、えー、テストさせていただきまして、えー、問題なければ、まあ、残金をお支払いいただいてサポート開始と。で、残念ながらね、え、サポート、えー、受けていただいても、ちょっと、えー、稼げないだろうなと。 ね、あるいはサポートを受けるにふさわしくないなという場合はね、ペーパルで手続きを解除して5万円は返金させていただきます。まあ、始まったばかりのオーストラーアマゾン、ね。今、日本人が取り組む副業としては一番確実に稼げる副業になってますので、まあ、この機会に今すぐこの購読ボタンを押してお申し込みください。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。